俺は3ヶ月もの間このど田舎で農作業をし続けなければならない。でももう俺は弱音は吐かない。だって2分もあればセカンドビザが取れるんだから。俺がまずファームへ来て思ったこと、最悪とにかく期待してたことと全てが真逆だったわけよ。まず行き先はバンナバーグではなくムーアパークビーチというところだった。ありえないほどの田舎で周りに何もなく、ショッピングモールまで車で20分かかる、家に Wi-Fi がない、一つの家に多すぎる人数が住んでいる、その割にレント代は高い、そして極めつけは稼げると聞いていた額にほど遠すぎる賃金。俺に究極の貧乏生活がまたやってきたわけです。早く帰りたいって思う日々が本当最初の頃は続いた。でもね、10日くらい過ぎると開き直ってくる。人間やっぱり適応能力があるね。時間が有り余るほどあったんで、ランニングしたり筋トレしたり海で歌ったり勉強したりすることができた。人間情報を閉ざされた方が案外意味のある行動をするのかもしれないって思ったね。そして海は広いし空も広いし夜の星はすごく綺麗でくっきりと天の川も見れるし流れ星も見ることができる。そんな感じでね、嫌なことや辛いこともあったけど結局はそれも含めていい経験となった。ファーム生活蓋を開ければこの通りあっという間なんだよ。だからこれからファームへ来る人たち、くじけそうになっても大丈夫だよ。何か考えてたって考えてなくたってこうやって時は経っていくんだから、ほらもうすぐそこだ。来るぞ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 来た。